公共曲第6番に蝶々奉冒険愛、六、朝は、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1761年頃に作曲した公共曲。公共曲第7番、昼、公共曲第8番、夕とともに三部作をなす。三部作のうち自筆原稿が残っているのは、第7番だけだが、そこに1761年と記されていることから、 本作もほぼ同じ頃の作品と考えられる。同年5月1日、ハイドンはパウル・アントン・エステール・ハージ公爵のもとに副学長として使えることになった。おそらくこの三部作がエステル・ハージ家のために書いた最初の公共曲と考えられる。この三部作はハイドンが書いた唯一の表題的な意図を持つ公共曲であり、この後は一度も表題公共曲を書かなかった。 朝、昼、夕をテーマに、交響曲を書くという考えは、公尺本人に出るものだろうと言われる。楽団の大部分のメンバーは、ハイドン本人と同様に、エステルファー事件に雇われたばかりであり、ハイドンはこの機会を活かして、楽団員の腕前を披露するため、ほとんどのパートに独創を与えた。楽章によっては、独創楽器群とリピエーノを対比させる。 バロック音楽の合奏競争曲に近い形式になっているものもある。公共曲第6番でもコントラバスを含むほぼすべての楽器に独奏箇所がある。第6番と第7番の第一楽章は短い助奏で始まるが、ハイドンが助奏を普通に使うようになるのは1780年前後であり、この当時のハイドンの曲で助奏があるのは極めて珍しい。フルートは 第2楽章を除くすべての楽章で、独奏楽器的に扱われる。独奏バイオリンは第2.4楽章に、独奏ビオラと独奏コントラバスは第3楽章のトリオに出現する。当時のハイドウンの公共曲では、チェロ、コントラバス、ファゴットには、独立した楽譜はなく、低音の楽譜を演奏していたが、本作では、ファゴットのパートが独立しており、チェロの独奏も、 第2.4楽章と第3楽章のトリオに見られる。助奏は4、4拍子で、わずか6小節しかないが、その間にバイオリンのみのピアニッシモから楽器を増やして、クレッシェンドしていき、ホルテッシモ2まで持っていく。兄弟にふさわしく、日の出を彷彿とさせる音楽である。主部は3、4拍子で、そなた形式を取る。分散和音で始まる。 爽やかな第一主題がまずフルートで歌われ、オーボエへ引き継がれる。ついで全合奏になるが、時折木管楽器の16部音符の同期が顔を見せるのが特徴的である。胃腸調に転調し、バイオリンに第二主題が現れる。展開部でもフルートとオーボエにより、第一主題が歌われることによって開始され、トレモロによって単調へ転調したり、 弦楽器のピッツェカートの上を、管楽器の和音の伸ばしが出現したりする。やがてホルンド奏が2小節にわたって第1、主題断片を吹くのを合図にして、再現部へと入るが、音楽は定時部よりも省略され、第2主題は出現しない。と長長。弦楽器のみで演奏され、バイオリンとチェロの独奏がある。曲は3、4拍子のアンダンテの曲の前後が4、4拍子の、 アダージョ部分で囲まれた特殊な形式をしている。冒頭のアダージョはゆっくりと上昇する音階で、始まるが、だんだん和音が不音になっていくと独奏バイオリンが飛び出してくる。主部は、そなた形式で、独奏バイオリンが三連符の連続した旋律を優雅に歌う。展開部からは独奏チェロが登場し、独奏バイオリンと絡み合う。構想は再びアダージョになり、今度は、 上昇音階と下降音階に対戦律が加えられて静かに終わる。メヌエット主部は途中にフルート独奏や感覚のみの60層になる部分がある。トリオは二単調に変わり、独奏ファゴットと独奏コントラバスが戦律を演奏する。途中でファゴット、独奏ビオラ、独奏チェロによって演奏される箇所がある。中引く音域を中心とした渋くくすんだ音色が、 特徴的である。二音拍子、ソナタ形式。フルートの音階が急速に駆け上がる主題により始まる。それを独奏バイオリンが受け継ぎ、やがてチェロやフルートもソロで16分音符の早く長いパッセージを演奏するなど華やかである。この楽章ではすべての管楽器にソロが与えられ、さらに展開部は独奏バイオリンが 重音奏法を使ったバイオリン競奏曲とも言える、技巧を披露するなど、一層合奏競奏曲的なスタイルを示している。再現部も、定時部と同様にフルートで始まるが、その次には、バイオリンの代わりに、ホルンの極端に速いパッセージが現れる。第二主題も、定時部とは異なる楽器の組み合わせで出現する。ありがとうございます。